ナビゲーターのなぞみです。さて、日本最強の心霊スポットとしてその名を轟かす犬鳴村、福岡県に実在する旧犬鳴トンネルを抜けるとその場所に行けると言われています。実際に旧犬鳴トンネル、犬鳴ダムなど犬鳴村があると言われている場所の周辺では不可解な事件や怪奇現象が多発しています。犬鳴村に関わる数々の噂について一つ一つ確かめていこうと思います。それでは行きましょう。犬鳴村都市伝説とは、旧犬鳴トンネルを抜けて車も通れないような細い側道を通っていくと犬鳴村にたどり着くと言われています。この旧犬鳴トンネルとは犬鳴隧道のことで、1975年に新犬鳴トンネルが開通すると使われなくなりました。使われなくなるとトンネル内にゴミが不法投棄されたり、若者たちのたまり場となったため、安全上の理由から入り口をブロックで封鎖することになったのです。現在でも見られるその場所は、トンネル入り口の上部を換気のために少し開けてありますが、いろいろな落書きがされたブロックで封鎖され、鬱蒼とした樹木に覆われて不気味な雰囲気を醸し出しています。その先に犬鳴村があると言われているのです。実際に行ってみたという人の証言によると、犬鳴村の入り口にはこの先日本国憲法は通じませんと書かれた看板があり、さらに進んでいくとボロボロの白いセダンが止まっているそうです。このセダンは以前若いカップルが迷い込んだ際に乗っていたものと言われています。この若いカップルは村人たちに襲われ殺害されてしまいました。車の周辺には朽ちた小屋や家らしき建物の残骸、動物らしき骨が散らばっていたそうです。村の周辺はというと、あちこちに空き缶や木が吊るされていて、人や動物が引っかかると音が鳴る仕掛けが施されており、この音が鳴るとどこからともなく村人が現れ襲ってくると言われています。この仕掛けに引っかかり村人に襲われ命からがら逃げ出したという人の話も残されています。犬鳴村の住人は村人以外の人間とコミュニケーションを取らず、村人にしかわからない言葉で話し、下界のすべてを拒絶して村内で生活しているそうです。そのため婚姻関係も村内の男女内で行われているというのです。もちろん電波は通じず、何かあっても警察を呼ぶこともできません。このことから犬鳴村の住人は村同士の争いを避けるため立ち入り禁止にした、戦に負けた落ち人の子孫、激しい差別を受けた人々などと言われています。実際の犬鳴村は犬鳴谷村と呼ばれており、江戸時代中期に作られた村です。名前の由来はいろいろあるそうですが、中でも漁師と犬が関係しているものを2つ紹介したいと思います。1つは、犬を連れた漁師が誤ってその犬を射殺してしまい、後悔した漁師が犬を埋葬した場所を犬鳴と名付けたというもの。もう1つは、大蛇に襲われた漁師を助けるために猟犬が村人を呼びに行くが間に合わず、村人と協力して大蛇を倒したものの、可愛がってくれた漁師の死を嘆いた猟犬が高く一声鳴き、その場で力尽き、村人が丁寧に埋葬し犬鳴と名付けたというものです。江戸時代中期に作られたこの犬鳴村の近くには犬鳴桧原鉄山という採掘場がありました。この採掘場には大砲や武器製造に必要な鉄を採掘し製鉄するため多くのたたら職人が招集されました。たたら職人たちは機密保持のために犬鳴村の人々と話すことも接触することも禁じられていたようですが、住民は採掘場に近い犬鳴村の中に置かれ、そこから採掘場に通うという生活だったようです。同じ村に住んでいながら村人と話すことも禁じられ、厳重に管理されていたのですから、職人たちはさぞ息苦しい生活を送っていたことでしょう。村人にしてもこうした職人たちの扱いには苦労したと思います。そんな職人が亡くなると犬鳴村にある墓や金山、穴蔵口と呼ばれている墓地に埋葬されました。この埋葬地には享保の大飢饉の際に亡くなったたたら職人や近隣住民、村民含めて1000人近い人々が埋葬されたと言われています。犬鳴村ではこうした人々の墓を土人墓と呼び、近づくとたたりがあると恐れていたそうです。その後1864年に製鉄所が閉鎖すると、職人たちは犬鳴村を去り、住民の数は激減しました。そして近隣との統合合併の末、1955年に宮若市犬鳴という地名になったのです。そんな犬鳴谷村は犬鳴ダムの建設に伴いダムの底に沈んでしまいました。
つまり実際の犬鳴谷村に行くにはダムの底に行くしかないのです。そして犬鳴村は都市伝説となる。さて犬鳴村都市伝説の犬鳴村と犬鳴谷村ですが、実はこの2つは全くの無関係だと言われています。犬鳴村都市伝説のモデルになった場所は犬鳴谷村ではなく柳ヶ原と小池だと言われており、柳ヶ原には6軒の家があったそうです。6軒の住人はそれぞれ本家、分家、隠居、中、下、お茶屋という屋号を持っていました。小池は開拓地で住人はいなかったとされています。6軒しかなかったということは住人のほとんどは身内だったのでしょう。しかし時が流れると住人は1人減り、2人減り、ついには誰もいなくなってしまったと言われています。都市伝説の犬鳴村が地図に載っていないというのも、住人の数が少ない、または江戸時代に武器製造に関わっていた土地だったため、地図上に記載されていなかったのではないでしょうか。その後何事もなく時が過ぎていきますが、1979年に犬鳴ダムから 10km ほど離れたダムで、強姦殺人事件や保険金殺人事件が起きてしまいます。さらに1988年に、犬鳴隧道で不良グループが、地元の青年をリンチした挙句焼き殺すという事件が発生したのです。発端は車を貸してくれなかったという些細な理由でした。この事件をきっかけに犬鳴隧道には殺された青年が白いセダンに乗って現れる、自分を殺した犯人を探しに出てくると言われるようになっていったのです。ちなみに犬鳴隧道や犬鳴ダム周辺はカーブや陶器の路面凍結が多く、交通事故や交通死亡事故が多いことでも知られています。こうした事件の犠牲者たちの怨念なのでしょうか。それとも、ダムの水底に沈んだ村に眠る何かが目を覚ましたのでしょうか。肝試し感覚で、犬鳴隧道や犬鳴ダムを訪れた人の中には、何かがダムに落ちる音を聞いた、車のエンジンが突然止まった、白い人影がダムの上に浮いているのを見た、という不可解な現象を体験してしまった人もいるそうです。こうして犬鳴村は、日本最強の心霊スポットとして、今も存在し続けているのです。さて今回の話題はいかがでしたか。あなたの意見や感想をコメントで教えてくださいね。それではまた今度お会いしましょう。さようなら。このチャンネルは世界の都市伝説、謎、ミステリー、神話、雑学など幅広い話題を提供しています。よろしければチャンネル登録、評価の方のご協力をお願いいたします。それでは次の話題をお待ちください。